2022年2月、我が家のプーさんチワワです。2月2日、部屋の隅々まで床の匂いを嗅ぎ回った後、満足げに寝床に戻るプー。2月6日、老犬になっていそう人懐っこいプーの姿が愛しいです。2月11日、昨年の今頃体調を崩し衰弱したプーが空の皿を舐めます。回復した。泣ける。2月13日、去年の11月より3種類の目薬で角膜の傷の治療を続けている。ようやく眼球の浮腫が消えて輝きが戻ってきた。よかったね、プー。2月15日、前足を飛行機の翼のように広げたポーズで完食。2月24日、寝心地の良さを追求しつつ、鼻先で布団を整える。これもプーのルーティン。2月27日、プーは昨晩から明け方まで頻脈が続きました。朝一で病院へ行き、心電図を取りましたが、特に問題なく先生も首をかしげます。神経の炎症を抑えるためにステロイド投与で様子を見ることになりました。2022年2月、我が家のプーさんチワワです。スケッチ、結城朋子でした。